1988年フランス大統領選挙は、フランス共和国の国家元首である大統領を選出するために行われた選挙で、4月25日と5月8日に投票が行われた大統領人気満了による選挙である。1986年の議会選挙において、フランス共和国連合とフランス民主連合の勢力が国民議会の多数派となったことで、 内政を担当する首相に、ジャック・シラクが就任するという書位、コアビタシオンの状況下で行われた。今回の選挙では1981年に、当選したフランソワ・ミッテランの7年間の失勢に、対する是非が問われたが、ミッテランがシラクに大差をつけて、再選を果たした。第1回投票では過半数を得た候補がおらず、決選投票において、現職のミッテラン候補が、 相手候補の白区候補を抑えて再選を果たした。当選したミッテラン候補は第1回投票において前回81年選挙を大幅に上回る34.1%を獲得、票数でも前回の750万票から1040万票に増やした。一方、敗れた白区候補はコアビタシオンに対する保守陣営の反発。 1> 第1回投票で躍進したルペンの極右勢力の影響力が強まることへの懸念から支持を伸ばすことができなかった。この選挙では極右政党の FN から立候補したルペンが支持を大きく伸ばしたこと、共産党の得票が闘争率以来最低となったことも特徴として取り上げられる。第2回投票直後の5月10日、ラク首相は辞任し、ミッテラン大統領は 公認の首相に社会党のミシェル・ロカールを任命した。48時間余りの組閣作業の後に発足した、新内閣は27名の閣僚中、18名を社会党が占める結果となり、選挙戦で強調された中道への開かれた政権とは裏腹に社会党主導政権となった。内閣発足直後、ロカール首相は国会解散を決意し、これに同意した。 ミッテラン大統領は5月14日に国会解散を宣言した。総選挙は6月5日と12日に、それぞれ第1回投票と決選投票が行われ、12日の決選投票の結果、社会党が第1党になったものの、安定多数を確保することはできなかった。ありがとうございます。